宇宙にある星の数は地球上にある砂粒をすべて合わせた数よりも多い人は夢を見ている時いびきをかかないスマートフォンが水没したら 電源を入れてはいけない。けな分解して拭いたりドライヤーを当てたりせず乾燥剤と一緒にビニール袋に入れて密閉しておくとかなりの確率で復活する中国ではパンダに性教育ビデオを見させるのだそうだ 演歌の正式名称は演説家である人間の遺産は天気を剥がすほど強力である龍の落とし子の子供を産むのは雄である。 お腹に育児脳という袋があり、この中にメスが卵を産みつけ、卵が飼えるまでオスが育てる。本屋に行くとトイレに行きたくなる現象を、青木マリコ現象という。 日本の渋滞の最長距離は154キロメートル1995年年末の帰省ラッシュと豪雪が重なったことが原因で起こった生物学的にはイルカとクジラは同じ生き物で 4メートルを越すものがクジラそれより小さいものがイルカであるカルピスの乳酸菌は滅菌済みであるガチャピンとムックは友達ではなく 指定関係であるガチャピンが師匠でムックが弟子である新幹線の色といえばクリーム色に青い線の入ったものが有名だがこのデザインに決まるまでさぞや議論を重ねたのかと思いきや 会議の時、たまたま机の上にあったタバコのハイライトを見た人が「このデザインいいよね」と言ったところそのまま簡単に決定してしまったのだ江戸時代では誰でも医者になることができた。 飲料品メーカーカルピスの社名はカルシウムとサンスクリット語の「最高の味」という意味のサルピスを組み合わせたものである時計の秒針が止まって見える現象をクロノスタシスという。 毒ダミ茶を習慣的に飲み続けると蚊に刺されにくくなることがある。イソギンチャクに潜り込んで身を守るクマの実。大体一株のイソギンチャクに一つの群れが暮らし、群れの中にはメスが一匹で。 残りはすべてオスである。このメスはというと、オスが性転換したものである。群れの中で一番大きなオスがメスに変わり、残ったオスの中で、一番大きなオスと夫婦になって、卵を産む。 毒蜘蛛に噛まれて死ぬ人よりシャンパンのコルクが飛んで死ぬ人の方が多い新宿から八王子方面へと伸びる中央線はほぼまっすぐに走っているこれは計画時に 蒸気機関車は近くにある家を燃やしながら走るという噂が立ったため、地域住民に反対され、当初予定していた甲州街道付近から大きく北にずれ、何も障害物のない場所に作られたためである。 西日本から東京に向かうとき、飛行機は不思議なルートを通って飛んでいる。短距離ではなく、わざわざ遠回りをしているのだ。なぜか千葉上空を旋回してから羽田空港に着陸する。これは横田空域によるもの。横田基地は、 日本が第二次世界大戦で敗戦した後、在日アメリカ軍の主要基地となり、空を飛ぶ権利は残念ながら日本は持っていない。その空域を飛行する場合は、アメリカ空軍による航空管制等の指示を受けなければならないのだ。 中杯は焼酎ハイボールの略語である掛け算の九九には割り算バージョンが存在するトランプが五十二枚なのは 一年が五十二週間であることを示している。ダイヤが春、ハートが夏、クラブが秋、スペードが冬の式を指しており、カードの数字をすべて足すと、三百六十四となる。そこにジョーカーを一として足すと、三百六十五、一年の日数となるのだ。 徳島県は学習塾件数が全国1位である箱根登山電車は急斜面のため車輪に水をまく車輪とレールの間に水をまきながら走行している。 日本の効果はどんなに強力な磁石にもくっつかないこれは悪用防止のためである道路標識の〇〇市まで〇キロメートルというプレートは市役所や町役場までの距離を示している トラは、狩りが下手である。捕獲の確率は、チーターで40%から50%、群れで狩るライオンで20%から30%、トラは10%ほど、自然界でのチャンスはせいぜい1日1、2回。 獲物に感づかれずに発見できなければ忍び寄ることもできないのが現実であるアバンチュールの語源恋の火遊びや不倫などのどちらかというと非道徳的な使われ方をするアバンチュール 本来は英語のアドベンチャーと同じ意味の単語でフランス語では冒険という意味であるくしゃみで飛び散るツバの初速は時速 300km で新幹線と同じくらいのスピードがある ゆず胡椒に胡椒は入っていないチョウザメはサメではない手のひらサイズのシカがいる。 非常口の誘導灯が緑色なのは炎と煙の中で緑が最も目立つ色だからであるこのマークは日本で生まれその後世界標準となったクジラは眼球を動かすことができない 横を見るときはその巨体を動かさねばならないのだ海外から日本に訪れた人は空港で必ず入国審査場を通るがそこには英語でフォーリナーイコール外国人と書いてある。 しかし1990年までは同じく外国人を意味するエイリアンズと書かれていた。なぜ変更されたかというと1979年に公開され大ヒットした映画エイリアンのイメージが強烈で外国人に不評だったためである。 生ハゲには性別がある。赤は男青は女であるシャンパンボトル一本には約4,900万個の泡が詰まっている。 オートバイが開発されて間もない頃は必ずサイドカーがついておりバイクとサイドカーを合わせて一つの乗り物と考えられていたためオートバイのみのものを単車と呼ぶようになったのだ。 電車やバスに乗る際幼稚園児はお金を払わなくてもいいが団体で遠足などに行く際は子供料金を払わなくてはならない剣道の試合で一本を取った後、ガッツポーズをすると 取り消ししになってしまう。「北極と南極は南極の方が寒い」「ラクダは興奮すると口から胃を出して威嚇する」 身長は一日のうちに2センチメートル近く伸び縮みする寝起きが一番大きいペンギンの原種といわれる小型ペンギン原種なのに人気のペンギンとは姿形が大きく違う。 歩行は前傾姿勢で、グレーの背中に白いお腹というカラーリング。その微妙さゆえに、ペンギン好きにもあまり認知されていない。また鳴き声がやたらにうるさいのだ。ウミガメの性別は、 温度で決まる16歳以上の人は84%の確率で将来結婚する人とすでに出会っている。 オランダでは人間が町や村を表す表現として使われることが多いそのためオランダには「苦労人間」「バカ人間」「スケベ人間」という地名があるアメリカでは 家具に傷がつくのを防ぐために、飼い猫の指を第一関節から切る獣医がいる。ガソリンを給油するときなどに使う満タンという言葉。満は日本語で、満ちると書いて満だが、タン とは「タンクのことである」「そのためタンという漢字はなく漢字変換すると「みちると書いてカタカナのタン」で満タンとなる食パンの正式名称は主食用パンである。 スーパーマリオブラザーズの容量は45キロバイトしかなく、画像1枚ほどのデータよりも少ない。二つ返事で答えるの意味は、快諾するの意味であるが、 二回返事することがマイナスなのではと「一つ返事」という言葉を使う人がントいるとされているしかし日本語には「一つ返事」という言葉は存在しないシロイルカは 年に一回命がけで脱皮をする。新しい皮膚へと衣替えするとき、海底の砂利に体をこすりつけて剥がす。これに夢中になりすぎると浅瀬に取り残され、北極熊に食べられてしまうことがあるのだ。 食後は胃などの消化器で血液が必要となるため食後のトレーニングは避けるべきである下っ腹を痩せやすくするためのストレッチまず仰向けに寝て両膝を曲げ 息を吸いながら胸に引き寄せる。息を吐きながら両膝をゆっくりと胸から離して、床につかない位置まで足を下ろす。息を吸いながらゆっくりと胸元に戻す。この時、背中と腰は床から離れないようにすること。 チンアナゴの喧嘩方法チンアナゴは顔を出す位置が高いほど食べ物をたくさん口にできるため顔出し位置をめぐって喧嘩になることもある口を大きく開けて威嚇しながら体をくねらせるがそれ以上特に何も起きず非常に平和であるこれに勝ったからといって 対して有利にもならないのだそうだ。ある数を思い浮かべ、3を足し、2倍し、4を引き、2で割り、はじめに考えた数を引くと、最終的な答えが1になる。 福岡県は人口あたりの芸能人の排出が最も多い県である。飛行機の整備士は飛行機の異常を十円玉で機体を叩くことで感知している。 レモンにはほとんどビタミン C が含まれていない鮭の名前の由来は身が裂けやすいからである。 イノシシと豚を掛け合わせたのをイノブタイノブタと豚の子供をイノブタ豚イノブタとイノシシの子供はイノイノブタである日本で初めてアイスが販売された時の値段は 現在の価値で約8,000円である SNS で自分の意見は正しいと思い込む現象をエコーチャンバー現象という。 キリンは、五十センチ近くある長い舌を使って鼻くそを取る、鼻くそを取らないと、鼻でしか呼吸をしないため窒息してしまうのだ。自転車のタイヤのキャップの役割は、 空気を漏れないようにするためではなく水などが入って中のゴムが腐るのを防止するためであるスタバの抹茶ティーラテは半分がお湯であるそのためオールミルクといってカスタムすると とても美味しくなるそうだ。追加料金はないパウダー多めでというと濃くておいしい抹茶ティーラテが飲めるとのことレインボーブリッジの名前は「虹の橋」という意味で。 一般公募により決められた愛称であり正式名称は「東京湾連絡橋」であるパセリの花言葉は「お祭り気分」である。 針千本の針は千本もない平均で370本程度であるスチュワーデスの語源男女平等という観点からフライトアテンダントという言葉に置き換えられたスチュワーデスだが もともとこの言葉の語源は、豚小屋の番人という、かなり差別的なものであった。怠け者は、運動しすぎると発熱して、その熱で死んでしまうことがある。 天井がない軽トラックはリンゴや梨などの果樹園で活躍する駅のホームに自動販売機が置かれその中にフロムアクアというミネラルウォーターがある。 ロムアクアの販売元は JR 東日本ウォータービジネスで JR が水を販売している大正時代にも女性専用車両が存在した 目黒駅は目黒区になく品川区にある岐阜県の「府」という漢字は「府」だけで部首としての役割がありその部首名は岐阜の「府」である。 レンコンの穴の数は、九個か十個である。王様ペンギンは、親よりもヒナの方が大きい。だんだんとヒナがスリムになっていくのだ。 急がば回れ」とはとある和歌が由来となっており琵琶湖を船で渡るより陸を行こうという発想のことである。 花も恥じらうとは、美しい花でさえ引け目を感じてしまうほどの美しさという、美しさを形容する言葉である。決して、花も恥じらう女子高生というのは、女子高生が恥ずかしがっているわけではない。 カーペットに液体をこぼしたとき、こぼした場所にタオルを当ててその上から掃除機で吸うと、ほぼ跡形もなく、きれいにタオルに液体を吸い取らせられる。耳かきの後ろ側にある、あのふわふわしたあれは、 梵天というくすぐられた時に笑うのは体がパニック反応を放出しているからである。 特別出演というのは23シーンの出演で友情出演は個人的なお願いで出た人のことで無償の場合もある日本の死刑囚は基本的に刑務所に行かない。 イギリスの区区は十二段まである。バスガス爆発という早口言葉は心の中でバスガス爆発と思いながら言うと失敗しづらい。 ラッコの食費は1頭あたり年間200万から500万円程度かかるガーナサッカー協会会長の名前はニャホニャホタマクロウ。 ティーンエイジャーは一般的に10代のことを意味するが、正確に言えば13歳から19歳までの年齢を指す言葉である。これらの年齢には英語でティーンがつくためである。 二十七歳四ヶ月と十六日目は生まれてから一万日目である。この世界は五分前にできたものである。という説を論理的に否定することはできない。 視力測定のあれは「ランドルト管という「金玉を蹴られた時の痛みは9,000ベルで一度に子供を160人産んで3,200本の骨を折る時の痛みに匹敵するのだそうだ」。 馬の視野は350度あるマクドナルドでもらえる調味料を片手で開けるあれはパキッテという。 イカの足は十本と知られているが、正確に言えば、イカには足がない。あれはすべて腕である。三菱鉛筆は、三菱グループとは関係がない。 人間は青色で書いてある文字を記憶しやすいためテスト前に覚えたい単語があれば青色で書くといいキリンは法律上ペットとして個人で飼育することができる。 カーディガンは戦争がきっかけで生まれた。マックのポテトの原価は S が3円、M が5円、L が7円である。 お弁当などで醤油を入れているあれはランチャームという。エビチリは日本発祥で中国にはない。 ひらがなで「大塚」と書くと軍隊で使われていたラッパの音のように聞こえる蝶の数え方は一頭二頭。 ウェブでエラーが起きたとき、400番はアドレスのミス、401番はパスワードミス、404番はページがない、500番はプログラムのミス、503番はサーバーが混み合っているかメンテナンス中である。 ロケットで初めて宇宙に行った生き物はハエである豚は空を見上げることができない。 シルバーアクセサリーが黒く変色したら日焼け止めなどのクリームをティッシュやコットンに染み込ませて拭くと取ることができる世界の駅乗降者数ランキング 1> 第1位から第10位まですべて日本の駅で占められている第1位は新宿駅であるライオンは暑いとマフラーのようなたてがみのせいで体温が上がりすぎてしまい体力を奪われ 戦ううどころではなくなくってしまうそのため気温と湿度が高いケニアのサボ国立公園ではオスはたてがみを持たず頭がはげているように見えるのだメリーゴーランドは 正しくはメリーゴーラウンドである雑誌 JJ は女性自身の略である 誰かに読み上げてもらった単語を15秒待ってから復唱すると記憶しやすくなる「かぼちゃ」は英語で「スクワッシュ」という「パンプキン」だと思っている人も多いが パンプキンというのはハロウィンでよく見かけるオレンジ色のカボチャだけを意味しているプロ野球の永遠のライバル巨人と阪神の応援歌は同じ作曲家が作っている 喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みが和らぐ江戸時代ですでに円周率が3.14だということが分かっていた。 枝豆や冷ややっこなどを酒の魚と呼ぶことがあるがこの場合の魚とは酒をうまくする仲立ちをする食べ物を意味する酒の名酒の名を省略したものである寿司 天ぷら、富士山、芸者。これらの言葉は外国語でも通用する日本語として有名だが、天ぷらはもともとポルトガル語が語源で、それがなまったものである。 フグの毒は加熱しても消えないみかんを剥いたときについているあの白いあれはアルベドという ホワイトハウスにはボウリング場があるアライグマは食べ物を洗うような仕草をすることからアライグマという名前になったが実際は食べ物を洗わない目が悪いため 獲物を捕まえるとき、前足を水に突っ込み石の下などを手探りで探しているのだ。人が服を着るようになったのは七万年前。 病院で使われている麻酔の中には、なぜ効くのかが解明されていないものがある。ウェブサイトの履歴を消しても、エクセルで、上の右クリックメニューからハイパーリンクを選び、 ファイルウェブページを開くそしてブラウズしたページを開くと消したはずの履歴がすべて見えてしまうお弁当を仕切る葉っぱのようなプラスチックのあれは「バラン」という。 現在のマサ遺族はほとんどが携帯電話を持っているコンビニのフライドチキンの揚げ物に使用される油はリンスや柔軟剤にも使われるシリコンが添加されている 未だに青いバラ緑のチューリップ赤いパンジーなど人類が作り出すことのできない花の色がある人間だけでなく猿や猫にも右利き左利きがある。 日本人は9割以上が右利きであるが動物は半々である携帯電話から聞こえる相手の声はそのままの声ではなく2千種類の中から最も似ている性質で再生されている。 これにより、大幅に通信量を減らすことができるのだホッキョクグマの肝臓を人間が食べたら死んでしまう。 秋葉原の読み方は、秋葉原であっているが、普通に漢字を読むと、秋葉原と読める。この葉と葉が入れ替わることを音位転換と言い、音の並びを入れ替えることで、人が発音しやすくなるときに起こる現象である。子供がトウモロコシのことを、 も殺しというのと同じ理屈であるがあまりにも普及してしまったため秋葉原が正式な読み方になってしまったのだ昔遊郭ではドラを鳴らしてお客を呼び込んでいた。 「そこからドラをつくと金をつく」を引っ掛けて遊びまくる息子のことをドラ息子と呼ぶようになった「豚に真珠は日本のことわざではなくイエス・キリストの言葉である」。 保冷剤と消臭剤の中身は同じものであるダイヤモンドはトンカチで叩くと割れる。 役不足は与えられた役に対してその人の力量が足りない時などに使われがちだが本来の意味はその力量に対して与えられた役が軽すぎるという場合に使う言葉である。 シンデレラは人を殺したことがあるドラえもんはじゃんけんでパーを出したことがある 南極の氷河のおよそ3%がペンギンのおしっこからできているバンドが解散して復活するのは10年刻みの印税のためである。 クレヨンしんちゃんの坊ちゃんの本名は「井川棒太郎」であるミラノ風ドリアは日本が発祥である。 結婚式場の神父はそのほとんどがアルバイトである。アイコンは自分の理想の姿。自分の写真の人は今の自分に満足しているか。 その写真の写りが自分にとって理想の姿である。風景の人はどこか旅行に行きたくて、動物の人はその動物のような生き方をしたいと思っている。象は、 若くして自分の社会集団から隔離されるなどして精神的に傷つくと死んでしまうことがある日本国内で販売されているヘルスメーターには北海道型中間型 沖縄型の3タイプあるこれは北と南では地球の重力にわずかに違いがあり計測に微妙にずれがあるためである中国では漢字がわからない時のために ローマ字で引けるる辞書がある中国の子どもの多くは漢字を覚える前にローマ字を先に覚えているジャストフィットを直訳するとギリギリフィットしているという意味になり もう少しでアウトになる状態のことを指す。ホットケーキを作るとき、大さじ一杯のマヨネーズを入れると、ふわふわなホットケーキができる。しかもマヨネーズの味は全くしない。 海原かわせとは、魚を美味しく食べるための焼き方のことである。海の魚はむね脂肪分が豊富で水分も多いため、背中から焼くと余分な脂肪分が取れてさっぱりした味になる。また、川の魚は腹側から焼くと脂肪分が失われず、 上手に焼くことができるのだ猫のヒゲが生えている丸い部分をまびるという 新製品の販売テストは静岡県で行われることが多い。静岡県民の年代や職業の構成比率、物価や生活費が平均的で偏りのないデータが取れるのだ。 天制の南半球は永遠に暗闇であるスーパーのレジに並ぶときは出口に一番近いレジに並ぶと列の進みが早い。 出口側の一番端っこにベテランを配置することが多いのだとか。二次元のキャラを好きになるとき、自分と性格が似ている傾向がある。自分の好きなキャラを思い浮かべ、 そのキャラの性格を見つめ直すとそれが他人から見たあなたの姿であることがあるカピバラはお尻をグリグリされると気持ちよくなり眠ってしまう。 日本語の英語表記のジャパン。このジャパンという言葉には、日本以外にも、日本の伝統芸術の漆、漆器という意味もある。